はい、東和さんのギフトショーのブースに来ました。まずご紹介していただくのがこちらジャパンというシリーズですね。こちら縁起物ギフトでお正月に向けた提案ですか？はい、そうですね。一応芸種に限らず手入れな、お土産ギフトとして、なるほど、はい、敬老の日などでも使っていただきやすいようなパッケージにしております。割とこうインバウンドといいますか、海外のお客様に受けるようなデザインとなっていて、はい、あと老若男女というか、世代を超えて提案しやすいアイテムという感じですね。はい、なんでこの今からの時期から春先まで、めでたいことが続く時期に、はい、提案していただければなという感じですね。ぜひよろしくお願いいたします。アイテムとして主力となっているのがこのお菓子ですね、豆菓子。そうですね、一番この豆菓子に、社員全員でちょっと試食であったり試作っていうのを行って味の開発を行えたので、その辺が大きいんですね、はい、この今持っているのは味はエビですね。はい、なるほど、これがエビです。はい、続いてがこれが梅干しになります。梅干し、はい、かわいい色ですね。あ、よかったです。紅白っぽい感じで、はい、おめでたい感じが出ています。梅がこのだるまのパッケージですかね。そうですね、なるほど。で、鶴のパッケージが醤油でございます。なるほど。で、醤油の方にだけちょっとこの海苔をまぶしたので、ちょっといい感じのアクセントが出ているかなと思います。なるほど、分かりました。はい、あとはお吸い物とかもセットになってるんですね。そうですね、お吸い物も、こちらの、鶴の方がホタテ、お吸い物、はい、でだるまがフグでございます。フグのお吸い物になっていて、でのどぐろでございます。なるほど。でこちらのお吸い物は、乾燥蜜葉を中に入れましたので、このような形で、結構本格的な感じですね。そうなんですよ、ふんだんに入れてますのでなるほど、はい、しっかりと香りのアクセントがついてるかなと思います。お祝いの日に差し上げるのにもおすすめかなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。おもてなしにもいいですね。あ、そうですね。あとは緑茶、これが緑茶でございます。白桃緑茶、これが猫ちゃんの招き猫のパターン。招き猫でございます。でこっちはマスカット緑茶、マスカット緑茶になってるんですね。はい、そして最後がゆず緑茶でございます。なるほど。こちらも国産緑茶の、まろやかな旨味にちょっと人気なフレーバーをマッチさせましたので、あとこのティーバッグのタグっていうのがプロパの商品で売れているものを使っておりますので、かなりこういう風にちょっとぶら下げて可愛らしい靴とは面白い芸種になるのかなと思います。可愛らしくなっておりますということで、緑茶フレーバーの緑茶とお吸い物、そして豆菓子がセットにな、はい、それぞれ個包装で販売されている商品です。セットで販売されてもおすすめかなと思います。そうですね、お祝いギフトにぜひ。パッケージなんかもいろんな角度でちょっと置いていただいても確かに可愛らしく、それぞれの面で可愛く見えますもんね。そうですね。あとこの金箔の箔タグの方にもちょっとこだわりがありますので。わかりました。はい、可愛らしくなっております。ありがとうございますっていうのが東和さんらしいところですね。はい、あ、よかったです。ありがとうございます。縁起ギフトとしてぜひご検討ください。はい、よろしくお願いします。